こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日つくばに僕の先輩が住んでるんですけど、つくばの先輩とメッセンジャーで電話をして、その時にいろいろ悩みを相談して、悩みを聞いてもらったんですけど、結局なんかもう全部見抜かれてて、今部屋めっちゃ汚いっていうところを突かれて、確かに今もうひどいんですよ。ちょっともう見せられないぐらいひどくて、まずやっぱり心の乱れは生活の乱れ、じゃあ逆、生活の乱れは心乱れであるってことと、なんか本当に最近何にもやる気が出なくて、ずっとぼーっとしてて、ぼーっとしてても何も変わんないから手を動かさないといけないし、コロナでちょっとこう外出しづらい、台湾は別にそんなに厳しくはもうないんですけど、やっぱり油断はできないし、なんか人と比べてばっかだし、自分のやりたいことって何なんだろうって、でもやりたいことって何なんだろうって考えてる時点でダメで、自分のやりたいことって考えずにもう手を動かしてるっていうことだと思うんで、最近はちょっと本読んだりフィルムカメラで写真撮ったりいろいろしてるんですけど、でもそれもなんか人とまた比べてしまって、僕の友達でよく本を読んでる友達とかのそのタイトルとかを見てると、僕より難しい本読んでるなとか、僕は小説と新書が多いんですけど、その友達とかは結構哲学とか政治哲学とかそっちの方読んで、思想系のやつとか読んでて、僕全然そういうの読んできてないんで、ちょっとこう劣等感をすごい抱きながら来てて、ちょっとこう劣等感の塊みたいになってるんで、これ良くないなと思って、僕別にそんなできることはないけど、できないことだらけでもないし、現に今 YouTube 動画登録者もこれだけ増えてきて、少しそれは一つの自信にはなったし、でもだからって言ってそれに満足、数に満足するわけではないですけど、たまたまこれだけ2万4000人の人に登録してもらって、でも最近の動画って再生数がもう1000回切ってるやつが多いんで、やっぱりそのニーズには応えられてないんだなっていう、登録はしてるけど見てないっていう現状があるので、どうしたもんだって。でも別にその YouTube って僕情報発信のためにやってるというよりかは、自分の記録という感じでやってるので、自分の生活の切り抜きをもっとやっていこうと思って、ちょっと明日からまたビデオカメラ手に、台北の生活を切り取っていきたいなと思います。なんかこんな適当な感じの動画になってすみません。それでは部屋片付けよう。